誰もトランプが当選するのを予想してなかった。日本ではですね、どうやら木村太郎さんとですね、岡田敏郎だけがですね、予想してたと。実は今日ですね、まあいろんなところから連絡を受けてるんですけれどもですね、報道関係の方、つまりなんで、じゃあトランプ当選を予想できたのかということで、報道関係の方も多数この番組をですね、見ているそうです。実はね、僕はあのトランプを評価すると言いながら、暗殺とですね、弾劾裁判の確率を5割って考えてるんですね。<laughs> 彼は暗殺されるか弾劾裁判にかけられると思ってます。<laughs> えー、トランプが大統領になりましてですね、まあ、アメリカン大統領というのは普通ですね軍人の経験があってなおかつ市長とか州知事の まああの経験積むんですね。で、それで大統領になるんだけども、トランプはですね、まああの歴代アメリカ大統領でですね、今のところ唯一の軍人になったこともなければ、市長や州知事などの政治家の経験もゼロっていうですね、えー、そういうタイプの大統領です。で、誰もトランプが当選するのを予想し,してなかったですね。日本ではですね、どうやら、えー、木村太郎さんとですね、岡田敏郎だけがですね、予想してたと。で ですね。実は今日ですねまあいろんなところから連絡を受けてるんですけれどもですね、報道関係の方つまりなんで「 じゃあ、えっ、ー、と、トランプ当選を予想できたのかということで、えー、報道関係の方も多数この番組をですね、見ているそうです。えー、なんで岡田としては予想できたのかというのは、ですね、またあの、ライブドアニュースだけではなくいろんなところでですね、<laughs> まあ、あれこれ言おうと腰た々んたんとして、<laughs> チャリンチャリンっていうのを稼ごうとしている方も見てるわけですね。で、えー、まあ、あの、中にはですね、 ただ単に逆張りつまりみんながあのヒラリーって言ってる中トランプって言ってるだけじゃないのかっていうふうに言う人もいるんですけどもですねまあ、とんでもない僕は去年の11月秋ぐらいからですねまだ放末候補と言われている頃からあこれトランプじゃねえのっていうふうにずっと言ったんですけどもまあ、今日一応 そのいとにですね同時にですね昨日の,あのその同じ番組でですね「あの正義の味方」という番組でですね、えー、2つ予言をしてきました1つ目はですね暗殺や弾劾裁判がなければトランプはアメリカ国民にとって名大統領となるだろう2つ目がですね4年後のです、ね、大統領選には多分今から4年後の2020年にはもう一回アメリカの大統領選挙が あるんですね、もう一回というか、まあまあ、4年ごとにあるんですけどそれにはマーク・ザッカーバーグなど IT 系の起業家が出てきて従来の政治家政治が主導のです、ね、選挙とは全く違う選挙になるっていうふうに予想しました。でここのポイントはですね1つ目アメリカ国民にとって名大統領というですねアメリカ国民にとってというエクスキューズをつけた理由とですねもう一つはですね従来の政治家主導の選挙とは違うと言ったんですね。政治 主導とは違うというのはどういうふうな意味かというのも後で解説しようと思います。ではでは、まずトランプ大統領誕生についてですね。えー、第45代大統領になるトランプですけども、まだわかんないんですよね、実は。あの、多分報道されてるでしょうけども、12月29日にですね、選挙人による投票というのがあります、えー。ついですね、この間やったのはですね、あの、選挙人を選ぶ選挙なんですね。で、アメリカにはですね、その200、なんだっけ あのもう俺,俺も選挙終わったから人数忘れちゃったんだけど500人ぐらいのですね選挙人っていうのがいて <laughs> 覚えてねえなでそいつらのまあがあらかじめ、えー「俺どっちに投票するぞ」っていうのを言ってるんですねでそれをですね各州ごとに、えー、まあなんかこうあの投票する別に選挙人を選ぶんじゃなくて選挙 あ投票行く人は、まあまあ、普通にですね、ヒラリーだとかですね、民主党だというふうに投票するんですけれども、それの結果、えー、例えばカリフォルニア州だったら55人とかですね、えー、なんだ、ワイオミング州だったら2人だったかな、ぐらいのですね、選挙、投票人っていう人数が当てがわれて、そいつらが実際に投票するわけです。で、その投票人が12月19日、ギリギリになってですね、あの、気が変わることが、 あるわけなんですね。いや、それがですね、本当に歴史上あったのかどうかというのは、僕も知らないんですけど、可能性としてはあると。 でえー、マイケル・ムーアがです、ね、あのマイケル・ムーア・イン・トランプ・ランドという映画を撮ってです、ね、もう本当にあのトランプを大統領にしてはいけないという運動をしていたです、ね、マイケル・ムーアがです、ねえー、今、アメリカのです、ね、トランプタワーの目の前でもう今、暴動みたいなデモになっているんですけど、そこで,です、ね、あのスマホからです、ね、生中継をしながらです、ね、俺たちがやっているデモは無駄じゃない、俺たちがやっていることには意味があるんだ、どんな意味があるのかと12月19日に投票人投票があるとその時に一人でも 僕トランプに投票するるというやつの気を変えるんだ。<laughs> 共和党支持と言ってるやつを気を変えさせて気,気持ちを変えさせて民主党に投票するんだっていうふうに一生懸命あじってるわけですねまあまあ頑張ってるんですねでまあそういうふうにですね別にあのニューヨークのトランプタワーの前だけではなくてアメリカ中でデモデモというよりですね俺はあの制御された暴動と呼んでるんですけどもですね、まあ、暴動に近いようなものが起きてると。で 考えてみればですね、おかしな話でですね、自分たちで選んだ大統領なんだわけです、ね。自分たちで民主的に行った選挙、民主的な投票なんですよ。これがね、よく発展途上国であるじゃないですか。あの、選挙の結果、暴動が起こるとかデモが起こる。でも、その暴動とかデモっていうのは、選挙が民主的でなかったとか、選挙妨害があったとかですね、なんか、インチキがあった、まやかしがあった、 からこそ、もしくは、なんだろうな、立候補しようとしても、この人が立候補させてもらえなかったとか、そんな理由で、発展途上国ではデモが起こるんだけれどもですね、えー、ここまで完全な報道とかですね、選挙の体制がありながら、なんでアメリカ国民は納得してないのと、君たちはなんか、発展途上国以下なの、民主主義三権分立を唯一完全にやってる国じゃないのって疑問があるわけなんですよね。で、 今コメントにも流れた通り、ヒラリーの方が得票数が多いから、でもそんなの初めてでも何でもないんですよ。だそれは何だろうな、まあ、これまでに何か4回ぐらいあったんですよね。<laughs> あの、それは初めてではない,ないし、例えばそのブッシュ対ゴアの時なんて、明らかになんか票操作みたいなことがあっておかしかったのに、ブッシュが勝った瞬間に、なんかゴア側のそういうですね、あの、訴えかけは、とりあえずアメリカ人って勝ったやつが大好きな国民だから、一瞬で亡くなったはずなのに、歴史上、 なんか最大の接戦でもなかったわけですね。もっと接戦なんかあったのにこれまではデモなんか起こってなかったんですね。なんでここまでですねなんだろうな国民として投票で結果出てるのに今更アメリカ国民は納得してないのかですね。つまり なんか、ね、あの民主国家という概念そのものに NG が出てるんじゃないのかっていうふうに僕は見てるんですけど今回のデモとか報道これはあのすごく面白い問題だからちょっと後であので取り上げますね。でまたあの日本ではですねあのずっとトランプを放末候補を扱いしてたんですね。あのもう 昨年のです、ねあのー、秋からずっと僕は一貫してヒラリー・クリントンが本命だろうというその本命予想には賛成はしながらもトランプが次期大統領になるんじゃないかなっていうようなんですね、まあ、なんとなく的に言ってたんですけども予想してたんですねつまりトランプがあのよくトランプ対ヒラリーって言われるんですけどもそれ本格的に言われるようになったのはトランプが共和党の正式候補になってから。 なんですよ今年に入ってからなんですけどもそれまで本当にずっと泡沫候補扱いされてたんですけどなんでその前の段階からですね、まあ、岡田俊夫はあのトランプがなるんじゃないかなというふうに思ってたのかというふうにまあなんでか話をこれからしますでしかしですね日本のマスコミというのはですねあの全てヒラリー圧勝を予想してましたでほぼ全員が外したわけですね。で これを表してですね「ミヤネ屋」という番組ではです、ね、タレントの結城真央美さんがですね、えー、専こういうのをです、ね、予想できなかった専門家に対して専門家と言われる方も意外とポンコツだった結果を読めないでいる人が多いアメリカの日本もとてびしくコメントというのがです、ね、ネットニュースで流れてですねな,んかなかなか言われるもんだなと思うんですけどもこれね結城真央美さんが言ってることはですねなんかの無茶なんですね。 例えばそのポンコツタンと呼ばれたですね、専門家、政治評論の専門家たちはですね、なぜ自分たちはトランプを予想できなかったのか、なぜヒラリーが負けたのか。 でなぜ今アメリカ国民怒ってるのかに関して実に見事な分析してるんですね。本当にねその分析が見事なんですよ。だから面白いのは選挙の当日まではなぜヒラリーが勝つのかっていうのに関してすごい見事な分析をしてるんですけども選挙が終わったらアメリカはトランプショックに覆われてる世界はこれからどうなってしまうのかで、えー、なぜトランプは勝ったのかなぜヒラリーは負けたのかに関してこれまた見事な予想してるんですね。で本来 専門家というのはここううういうことに使うべきなんですよあのね分析能力がすごい高いわけですね日本の専門家というのは分析能力とあとんだろうな理由を探す能力がめちゃくちゃ高いんでそれに特化して使うべきなんですね。でこれ僕はあの自動車の修理工に自動車を発明させてはいけないっていうふうにあの言ってるんですけども。 彼らはですね、すでにある自動車という仕組みをですね、 徹底的に知ってるんですよ。今あの電波芸者という言い方ですが、それも正しくないんですよ。彼らは別に受けようと思って話してるわけでない、もし受けようと思ってるんだったら、ヒラリー派と同じようなトランプ派というふうにいいんですね。受けるためのなんだろうなあのすみやけがあるはずなんですね。でもそうじゃないでしょう。なぜ全員がヒラリーというふうに予想してたのかというと、彼らは彼らに正直に正確に予想してた。でもそれは車というものの機能を知り尽くしてる人間が車を 修理するのと同じようにそのものの仕組みをよく知っていて学習してるからこそ実は車以上の発想が出てこないんですね。車の専門家に飛行機を作れていってるようなものなんですよ今回の大統領選挙に関しては。つまり選挙でですねある程度票読みとかですね予想ができる範囲例えばこの夏のですね都知事選ですねあ小池百合子が当選したやつあれだったらですね選挙の専門家に関してはですねすごく 何だろうな、予想しやすい問題なんですね。いろんな候補の政策とかあと人気地盤ですかあとは何だろうなあの人脈でどの党の公認を持っているって僕も本当に政治に関しては何か見てるように全く興味がないですからですねこんないい加減な言い方なんですけどそういうふうなものを知り尽くした人間が表読みをやるとほぼその通りに推移するんですね。で多分、これから数年間の 日本の選挙もですね彼ら専門家の予想でほぼ当たるでしょう。なあの専門家の中で精度が高くですね例えば、えー、衆議院で参議院でそれぞれの党が何議席取るという予想する方がまあおられますけども彼らの予想っていうのはかなり精度が高いんですね。なんでそういうふうなことができるかっていうと同じ理屈だからなんですよね。つまり全くなんかこれまでの仕組みというの納得してその上の予想だから。でも 自動操縦、例えば自動車の自動操縦に関しては、トヨタとか日産とかですね、GM などの自動車専門メーカーではなくですね、Google とかアップルなどのですね、なぜか IT 企業の方が先を行ってるじゃないですか。それと同じでですね、全く違うものを作るときにはですね、専門家の知識というのはですね、あまり役に立たない場合が まあ、に全てそうだというわけではないですけどもですね。なのでこれまでのと違う要素が入ってきたらですね専門家さんというのはですねあまり役に立たないんですね。例えば2008年の橋本徹さんがですね当選した大阪府,府知事選ですね大阪府の知事選ではですね彼の圧勝を予想できた専門家というのは実はかなり少ないんですね。でんでかっていうとまあね大統領選に話戻しますね本当に <laughs> 予想の方に話が流れて過ぎていくから。 ゲストにモーリー・ロバートソンさんを呼んで、うん、モーリーさんもダメなんですモーリーさんもあの <laughs> 専門家すぎるというか知性が深すぎるんですね知性が深すぎるって、えー、知ってることと未来予想とは全く話が違うんですねで大統領選だからですねみんな政治だと思っちゃうんですね、えー、多分外した最大の理由は。 で今回の大統領選はです、ね、政治ではないんですよ政治はあくまで半分なんですねでそうではなくてキャラクター投票なんですだからその意味では AKB48 のです、ねえー、総選挙にも多分近いと思うでヒラリーはわかりにくいキャラクターになってなかっただからヒラリーはセンターに立てなかったんですねで、えー、日本はまだ小池百合子都知事つまりヒラリーを選ぶ社会だから 選挙というのがです、ね、まだ政治のものなんですね。でももしですねこの夏の都知事選にもしですね、えー、ビートたけしが出たらどうなってたのかっていうのを考えてみたらですねもうわかりますよねビートたけし明らかにトップ当選するんですよ。でもビートたけしは選挙に出ない都知事選には出ない。なんでかっていうと政治なんていうのは二流のタレントがやることだと思ってるから。 俺の弟子のそのまんま東が出てもそこそこ優秀な知事に県知事にはなれちゃうでも一流のタレントがやるようなことではないつまりタレントっていうのは一流の人材が集まるんだけども政治っていうのは二流の人材で回してるものだっていう認識があるからこそビートたけしは別に都知事に出ないわけですよね。であの 政治家よりもタレンこの辺がですねシュワルツネッカーがカリフォルニアの州知事になったりですねあとはあのクリント・イーストウッドがカーメルの市長になったりするアメリカとまだ土壌がですね十分じゃないんですね。で これがですね、アメリカではもうすでにこうずれつつあるわけですね。えー、僕らもですね、すでに性能が同じなら、もしくは性能の見分けがあまりつかなければ、えー、キャラクターで選ぶじゃないですか。例えば、そのソフトバンクのお父さんシリーズとかですね、au のサンタロウシリーズでですね、自分の携帯のキャリアを選んじゃう。あれは 性能によって比べる人もいますよ。例えば、あの、LTE が早いとかですね、そういうですね、こっちの方が安いっていうですね、合理的な判断をする人もいるんですけども、その合理的な判断、性能による判断、半分、キャラクターによる印象で選ぶ人を半分っていうのが実際のところだと思うんですよ。現に僕らは選挙みたいなことだったら、真面目に大げさぶって選挙番組を見て、 <laughs> 制作を勉強しっていうですね、真面目ちゃんキャラでですね、僕らは投票するんですけども、普段日常の投票、つまり何を買うか、何を選ぶか、これあの、消費者社会ではですね、投票と購買、物を買うというのは全く同じ意味なんですね。僕らが何かを買うということは、その商品がいいと投票してるのと同じだし、僕の番組を見るために、例えば有料放送に入る、または僕の番組を見るために自分の時間を使うという 投票してるわけですね。そういう賛成票によって僕みたいなですね評価で生きてる人間っていうのは、えー、っと稼いだりもしくは生き続けたりするわけですよねだから消費と投票とはほとんどイコールの社会に僕らは生きている。なのでその日常生活で日常的に買うものにこそ実は投票結果というのが現れやすい。政治っていうのののはです、ね、はままだまだ僕らは自分の中の かすかに残ってるもしくは、まあ、人によってすごく多いとも言うんですけども真面目キャラっていうのを動員してやるんですけどもそれがですね民主主義が行き着いた国家こそ行き着いて過ぎていった国家であればあるほど日常のですねその投票つまり消費と近くなっていくんですね。 でキャラ投票っていうふうに言うと、まあ、つまり AKB48 と同じようなキャラクターによる投票だっていうとポピュリズムだとバカにする人もまあ多いんですよね反応しちゃう人もポピュリズムというのは何かっていうと大衆っていうのはバカだから人気で判断しちゃう例えば今回のアメリカのトランプでもな大衆っていうのはバカだからヒラリーが言ってる難しい政策は分からずにトランプが言ってるなんかアメリカグレートアゲインとかなんか移民を排除するとかそういうアジテーションに乗っかっちゃって 投票したんだってそういうねなんか浅い分析する人もまあ、かなりいるんですよね。でもまあ、実際は違う。トランプの当選っていうのはですね、従来のあの選挙というか政治のあり方ですね。ワシントン主導のというふうに言い方もできるんですけども、その政治家の政治家による政治家のための選挙というのをシステ組自体に脳、NO、が出たんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、政治家にね必要なのは。 なんかこれまででは、政策と人格だったんですよね。でそれはまあ専門馬鹿の視点なんですよ。それにプラスして例えば派閥とかですね支持層という考え方とかもありますともうそれも同じです確かにそれも大事かもしれないんですけれどももう現代の選挙ですね大統領選で必要なのは政策と人格だけじゃ十分じゃないんですキャラクター例えばトランプだったらですね暴言王というキャラクター本音を話すというキャラクターなんですねヒラリーはです、ね、おそらく、 キャラクターとしてです、ね、えー「自分の夫はホワイトハウスで女子大生にフェラチをさせて大統領クビになっちゃったそんなろくでなしでも支えるわよっていうキャラクターの方が良かったんですよだって悔しいじゃない畜生絶対にアメリカ大統領になってやるその後であのビル・クリントン野郎と離婚してやるわよっていう方がキャラが立ったんですね 僕は別にそれだったら <laughs> あの大統領に当選できたと言ってるんじゃないんです。キャラクターを立てるという意味ではそちらの方が正しいんですよ。で実は そのトランプっていうのはそれをやってるんですね。四回破産してであの立ち直ったっていうのをです、ね、それはまあ不屈の男みたいな言ってるんですけど、それは要するに何かって言うと弱点っていうのをちゃんとキャラとして出してるんですね。でも普通なんかそんなにですね離婚してたりですね軍隊に行ったこともないっていうのはですね普通大統領選には不利だと思って隠すんですけども、それはそのワシントン的な考え方なんですね。でそれよりはその自分のキャラクターですねあの変 髪型にしてもですね。暴言にしても守るんです。だからトランプのですね。大統領になるまでの演説も2点3点してます。ある時はですね。もう本当にスピーチライターが書いたまともな共和党候補としてふさわしいような普通の演説をする時もあれば、もうやっぱりあのメキシコ人は全部をあの追い出すとかですね。<laughs> あのなんかイスラム教野郎はアメリカに入れないという暴言を吐くと。 これをですね、表して、例えば政治評論家の人は、時々本音が出てしまう、スピーチライターの言ってる通りに言えばいいのにって言ってるんですけど、そうじゃないんですね。キャラクター付けをとしてちゃんと本人は考えてやってるんですね。そういうキャラクター付けをやった方が、結局後で調査で分かったように、ツイッターとかでのですね、発言数の引用とかを見たらですね、ヒラリーよりもトランプの方が圧倒的に多い。で、その分みんなの印象に残った、イコール、キャラクターが付いたんですね。そういうキャラクター選挙、 だったというふうなことを読み違えたのが僕はヒラリーの敗因ではないかというふうに考えています。 もう本当に、ね、ヒラリーが、ね、あのビル・クリントンのことをです、ね、ボロクソに言いながらとにかく支えるわよ意地でもって言ってです、ね、大統領になったと覚えてろって言ってたらです、ね、なんか、ね、色が変わってきたつまり嫌な女ヒラリーっていうのがです、ね、嫌で歯を食いしばってる女ヒラリーになった方が多分良、ね、かったとは思ってるんですけどもで、まあ、日本の、といいますか世界中のです、ね、政治の専門家は今回の大統領選挙がキャラ投票であるとして 視点が抜けてるんですね。だからロシアのプーチンの支持率がよくわからないですねフィリピンのドテルテ大統領のですねドテルテ大統領もですね大統領になると思った人がすごく少なかったんですけどもあれを世界の民主主義国家の大半ではというか先進国であればあるほどつまり経済的にですね だろうな全員が豊かになったあとそろそろ経済の格差が起こり始めているつまりグローバリゼーションによってですね国民全体が豊かになると同時に国民の中に経済の格差が出てきてるっていうのがその発展国家経済発展国家の特徴ですからそういうふうな国であればあるほどキャラ投票に近づくっていうですねもう法則がなんかよく分かってないんですね。<coughs> あの岡田斗司夫には分かったんだっていうですね。まあ、ドヤ顔で話してるんですけどもですね。いやそんなことを今更聞かれてもですね。<laughs> そんなのは最初の著作で書いてますよ。ということですね。別にあのこれあの？ えー、宣伝でも何でもないですよ、なんでかというとです、ね、これあの、僕たちの洗脳社会というです、ね、あの1985年、もう31年前ですよ、<laughs> 31年前に書いた本で,です、ね、これあの、なんで宣伝じゃないのかというとです、ね、この内容はです、ね、ネットで全文公開してるんですよ。 で、ネットで全文公開というのをですね、31年前からやってるんですね。31年前からですね、本を出版すると同時にネットでその内容を全文公開やってるんでですね、まあネットでは全てが無料で無制限で公言すべきだというです、ね、公開すべきだって、なんてことを言って、自分が気の利いたことを言ってるようなつもりになってる人もいるんですけども、お前らが生まれる前から俺はその実験やってるわと、そういう実験を一通りやった上で今ここに座ってるわけですよね。今そこにここに座って、 で、無料放送と、あ、チャンネル会員向けの限、あの、げあの、限定有料放送というのをやっているわけですもう、そんなことは三十一年前に思いついて通り過ぎてるわけ。今、今、これぐらいはドヤ顔で言ってもいいだろう。<laughs> 一貫性があるんですよ。だから、なんでトランプ、当然予想できたのかって言ったら、三十一年前に書いた。 著作でこういう社会になるっていうのはもう予想してるし、おまけになんかそれは全文無料で公開してる。なので、なんで今更と、イギリスの EU 離脱もみんなしないしないとか、正義の見方でも、俺以外全員イギリスは EU 離脱しないって言ったんですけど、僕は、ああ、多分するんじゃないですかって、それはここに書いている原理の通りです。で、 13年後にですね、1988年、1998年だ。この本出した13年後にはこれね、文庫本になったんですよ。で、文庫版ではですね、まあ、こいつらだったらわかるかな、分かってくれるかなと思って、小林義則さんと、あと爆笑問題の太田さんに、あの、解説頼んんですね。二人とも解説書いてくれたんですよ。もうすごくありがたい、もう、オンに来てるんですけど、オンに来てるんですけどもですね、二人ともですよ、ね、その解説を読むとわかるんですけども、内容が理解できてないんですね。<laughs> 1985 に書いた本が13年後の98年に文庫本になったからこの2人だったら理解できるかなと思ったけどやっぱり理解してもらえないと。であの26年後のですね <laughs> もうしょうがないからですね最初の本が出てからですね26年後にタイトルだけ書いてもう一回売ったんですよ <laughs> タイトルだけ書いてもう一回売ったんですけどもこれもですねなかなかこう理解してもらえないと。で まあ、あ13年周期ですから、この調子でいくとですね、次にこの本をアップデートするのは、この最初の本をですね、アップデートするのはですね、2024年になりますけれどもですね、<laughs> まあ、あ2024年にアップデートする前ですね、えぇ、ー、2016年版のアップデートとして今夜はですね、この本の内容を、まあ、あ内容はですね、みんな、あの、ネットで全部公開してるから、もう Google で検索したらすぐ出てくるからですね、えぇ、ー、語り直し見ると思います。で、 結論から言うとですね僕はあのドナルド・トランプのことをですねかなり評価してるんですね多分去年の秋ぐらいからですね評価してたんですけどもそれは何でかっていうとですねつまり第45代アメリカ合衆国大統領として評価してるんではなくてです、ね、株式会社アメリカ合衆国の初代社長としてですね評価してるんですね。で 政治の民営化トランプがやろうとしているのは僕は政治の民営化だと思うんですけどもあの例えばですね刑務所アメリカでは刑務所が民営化されていますこれは、えー、いろんな本で紹介されてるしニゴ生で言ったこともあるんですけども例えばアメリカで,はです、ね、あの刑務所が民営化されていてというのは何でかというとどん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 刑務所に収監される人が多くなってるからですね彫り込まれる人が多くなってきて例えば州によってはスリーアウト法という法律があるとこれは何かっていうと 三回逮捕されて、まあ有罪になったら一生刑務所に放り込まれるという法律ができちゃった。で、州によってはホームレスが犯罪であるという州もある。ということはどういうことかというと、一回仕事をクビになってホームレスになったら、ホームレスは犯罪だから逮捕されちゃうわけですね。そうするとこれでワンアウト。で、ホームレスになって逮捕された人が刑務所から出てきた時に雇う人いるのかというと、そのままいないですね。なので、 またホームレスにななるしかない。そうするとまた逮捕されるこれでツーアウトでそれで出所して一生懸命就職活動するでもこの人には2回逮捕歴があるんですよそうすると今のアメリカで2回逮捕歴がある人間は雇う人間がいるのかほぼいないんですねなので隠れながらもホームレスをすることになるとあのー 2ヶ月ぐらい前にですね、クレイジージャーニーで,ですね、ラスベガスの地下に住む人たちっていうのがオンエアされたんですね。で、なんでラスベガスの地下に住むのか、ラスベガスの地下道に住むんですかそれは何かっていうと、逮捕されないためなんですよ。ホームレスの生活なんだけど実際は、あの、ホームレスと言いながら、その人たちはラスベガスの地下道に住みながら、排水口に住みながら、コンビニに行って働いたりしてるんですね。でも住むところがない。で、今のまま警察に捕まっちゃったら、 コンビニで働いていながらちゃんと収入を得てながら住む家がないというだけの理由で逮捕されてしまうそうするとスリーアウトになっちゃうんですね。となると無期懲役で一生刑務所生活になってしまう。で アメリカではですね今お金持ちの間でですね刑務所経営が大ブームなんですよね刑務所経営をしませんかっていうですねそういうコンベンションがしょっちゅうアメリカで開かれててそこにはプライベートジェットでアメリカ中の金持ちが集まってきて刑務所をですね私有する民営化された私有するってなんでそんなことするのかとまず補助金がすごいで中に受刑者たちに労働させる実は受刑者たちには権利でですね例えば石鹸は支給されるんですシャワーを浴びる権利は石鹸は支給されるでもその石鹸というのは極端に ですね。性能が悪いというかですね。なんかこう、粗悪な石鹸なんですよ。でそこでシャンプーを使いたい、いい石鹸を使いたいというのと、全部刑務所への売店で買わなければいけない。じゃあどうやって稼ぐのかというと、刑務所ではすごい格安のですね、労働力というのを提供させるわけですね。受刑者たちに。まあ、リアル開示だというと、もう本当にその通りです。で、 今です、ね、10年ぐらい前まで,です、ね、でアメリカでです、ね、例えばテレフォンセンターにあの電話するとです、ね、中国人が出てきて怪しげな中国語で対応あの中国なまりの英語で対応したいわけですね。あ、はいはいなんか電話あるかではなんかダイヤル3を押すよみたいな感じで,で、ね、英語で対応してたのが今めちゃくちゃ綺麗な英語で対応する。それは何でかっていうと、もう テレ,テレフォンセンターみたいなものは中国に出すんではなくてアメリカの受刑者の方が刑務所に彫り込まれているです、ね、犯罪者の方が安いからなんですねそうやって安い労働力としてそして一生刑務所から出れない何、えー、だろ終身受刑者たちを奴隷のように使いながらっていう制度がアメリカでは回り始めていっているでこういうふうにですね刑務所経営が儲かると分かっているのでですねアメリカでですね刑務所が民営化始めたんですね じゃあ僕あのこの例で説明していることでわかるように僕はトランプがですね大統領になるっていうふうなことはあそうだろうなと思うしトランプはそこそこいい大統領になると思うんですけども同時にこういうふうにアメリカはなっていくだろうっていうですね絶望感も自分の中にあるっていうことをちょっと理解してほしいんですねあのトランプはアメリカ人にとって名大統領になるっていう僕の予想はアメリカ人にとって名大統領であってですねそれはプーチンが ロシア人にとって名大統領であってドゥテルテがフィリピン人にとって名大統領であるのと全く同じ文脈なんですね。アメリカ人にとっては名大統領だろうけれども僕らにとっては名大統領とは限らないというかどちらかというと違うかもしれないっていうのが僕のまあまあ真面目な予想です。でもレーガンや少なくともブッシュよりはマシな大統領じゃないかなっていうふうに思ってるんですけども。 で戦争も民営化しつつあります。トランプがやろうとしている国家の民営化ですね。戦争も民営化しつつありますよね。あの皆さんも,もうご存知の通りですね、今、アメリカではです、ね、戦争をやるときにです、ね、民間の戦争企業っていうんですか、つまり、えー、兵隊のです、ね、派遣業っていうのを連れていかないとです、ね、戦争が維持できないんですね。でというとです、ね、アメリカという国はです、ね、人命があまりに 高すぎる。コストが高すぎる。例えばアメリカでの、がですね、どっかの国に武力介入するときに、そこでアメリカの若者が何人死んだかっていうことがですね、すごく報道されてしまう。で、人が死んだらそれによる責任問題が発生する。なので、民間企業を雇って危険地帯の偵察とかすべて民間企業に行かせるんですね。で、その中で人が死んでも、それは民間企業の中の人の損失だから構わないという考え方。これは、なんだろうな。あの、おそらく、 こっから先です、ね、平和維持活動とかですねもしくは安保条約などで,です、ね、海外に行く自衛隊でも同じような流れになってしまうんじゃないかなというふうに僕は思います戦争も民営化しつつあります。ロボコップがです、ね、映画で,です、ね、登場した頃は絵空ごと未来の話だと思われてたです、ね、警察の民営化というのもどんどん進んでいるとしかし肝心のです、ね、中心になってるです、ね、政治ですね政治自体は民営化されていない まあ、シンクタンクなので外部のですねあのブレーンを使うのは民営化されてるけどまあそれはもう昔からやってること中心の政治家自体が民営化されてないしあと行政政府の機能自体があまり民営化されてないそれをですね僕はトランプは狙ってると思っていますだからこそアメリカをもう一回グレートにするアメリカをナンバーワンにするというふうに言えるわけですね彼は商売人ですのでこれがね政治家と違うところトランプがねアメリカの初代社長あの アメリカの大統領政治家といの大統領とアメリカの株式会社アメリカのね社長はねやること機能が違うんですよ国家の民営化さっきも言った通りですね民営化できる部分は切り離してですねで、えー、政府そのものをですねアメリカの株式会社と考えるとつまりアメリカ人を国民として考えるのではなくてですね一人全員1票を持っている有権者として考えるのではなくて一人全員1株を持っている 株主として考えるんですね。つまりアメリカでこれから行われるですね合理化というのは何かというと世界に対しての合理化なんですよ。だからこそそのトランプは、えー、無茶な世界の平和を守るみたいなことはやらない。なんでかっていうと株主たちに不利益だからだあのアメリカ国内で利益がないものを切り捨てるっていうのが 合理化でではないんですね。そうではなくてアメリカ国民を株主として考えたら彼らにとって利益が出ることをやって四半期ごとにリターンが必ず生まれてそして自分は名経営者としてみんなに褒めたたえられるという道を選ぼうとしてるのがそのトランプの考え方なんですね。なので 株主の利益以外のことは考えず、その他アメリカの消費者である世界中の顧客に対して株主優先で考える。これがアメリカファーストなんですね。アメリカファーストっていうのを政治的に考えると、アメリカ一国だけが平和であればいい、繁栄してればいいっていうふうに考えるんですけど、そうではなくてアメリカの国民全員を株主として考えた上で、株主に対して利益を出すというのはどういうことかと、発想を変えてみると、 政治家としてではなくビビジジネスマンンとしててアメリカをどのののように運営すするるのかのビジョンが見えてくるんですねで。4年後のです、ね、アメリカの大統領選挙がどういうふうになるのかっていうとこのトランプの考え方が分かりさえすればですね分かりさえすれば同様にですねこれまで IT 企業の社長たちっていうのはいかにして国家を無力化するかつまりそのグーグルにしてもアップルにしてもですね国家という壁を越えて 超国家企業としてやって、やっ例えばケイマン諸島なり何な,なりそういうふうなところにですね有利な税制を敷けるところに本社を置いてみたことをずっと考えたんですけどもそれがですねもうそろそろ限界だっていうのが分かってきたとではどうするのかっていうとじゃあ宇宙開発を国家に任せていくよりは民間が宇宙ベンチャーに出資してで自分たちでやった方が安く宇宙に行けるのと同じように。 国家を政治家に任せておくよりはワシントンにいる民族に任せていくよりは我々がやった方が合理的に安くおまけに全ての人に対して平和に幸せを分配できると考えればですねアメリカの中心であるハッカー文化ですね IT 企業の中心であるハッカー文化これに目をつけないはずはないんですねこれまではですね莫大に得た資産なり資金なりをですね政治家にですね例えば 投資するっていうのかな、寄付するとかそういうふうなことしか思いつかなかった彼らがああじゃあ直に政治を運営すれば例えば自動車を、えー、開発するいわゆるなんだろう全自動自動車を開発するで人工知能を開発する同じように宇宙開発を開発するのと同じようにじゃあ IT 企業のトップたちがハッカーの精神を持ってですねあじゃあ政治っていうのを合理化して民営化すればいいんだというふうに気がついちゃうわけですね。 そのための条件が、この1年間です。実はね、僕はあの、トランプを評価すると言いながら、暗殺とですね、弾劾裁判の確率を5割って考えてるんですね。<laughs> 5割の確率で彼は1年以内に暗殺されるかですね、弾劾裁判にかけられると思ってます。弾劾裁判の罪状は何でも構いません。なんでかっていうと、アメリカに今起きていることは、シビルウォー。市民戦争だからですね。 本来アメリカはですね、民主国家として、百何十年前にですね、南部国家と北部国家に分かれるべきだったんですよね。それをですね、一つの国家にしたというのがシビルウォー南北戦争です。アメリカというのはですね、歴史上初の、で、唯一かもしれない人口国家。人間が作った人口国家なんですね。いや、どの国家もですね、人口国家じゃないかと思うかもわからないけど、違うんですよ。 普通の国はですね、国民国家、いわゆるその国に生まれた人たちが国民になって国っていうのを作るんですけども、例えばあのスーパーマンっていうですね、 アメコミヒーローがいますよね。まあ、世界初のですね、アメコミヒーロー。<laughs> それのですね、あの、冒頭に書いてあって、テレビではですね、何回もリフレインされてるのがですね、スーパーマンは何のために戦うのかっていうと、真実と正義とアメリカンウェイのために戦うんですね。正しくは、The Never Ending Battle for Truth, Justice and American Way っていうんですけども、ネバー・エンディング・バトルトゥルース・ジャスティス・アンド The American way なんですよ。で、実はスーパーマンっいうのはアメリカ人じゃないんですね。あの、惑星クリプトンで生まれてですね、その惑星破壊から出てきた難民であって、アメリカの移民なんですよ。まあ、はっきり言っちゃえばですね、非合法難民、移民なんですけど、<laughs> スーパーマンっいうのは。でも彼はですね、アメリカで育ち、スモールビルっていうです、ね、アメリカの田舎町で生まれ育ってですね、で、アメリカ人になることを決意する。つまり、これ、キリスト教徒がですね、 子供の頃、キリスト教徒の家に生まれたんだけども、大人になってからですね、生体配慮というのを行って、もう一回キリスト教徒を自分で選ぶっていう儀式とすごく似てるんですね。アメリカに生まれたからアメリカ人になったんではなくてですね、アメリカンウェイを守るっていうふうに誓ったからこそアメリカ人であるっていう、この特殊なですね、アメリカの国民性っていうのがあります。あの、 全てが移民で、まあ、もちろん、あの、先住民族の人もいてですね、で、その人らとトラブルもあるんですけど、基本的にアメリカ人っていうのはですね、喫水のアメリカ人がアメリカ人になったっていうのは、ここ100年ぐらいのですね、実はその、マイナーなスタイルですね。メジャーは何かっていうと、ほぼ全てのアメリカ人が、自分またはお父さんまたはおじいさんの代に、 アメリカに逃げ込んできて、そしてアメリカ人であるということを選択して、誓ってアメリカンウェイを守るというふうに言ったので、だからスーパーマンというのはアメリカの初代ヒーロー足り得るわけですね。非合法移民難民でありながら、アメリカンウェイを守ると誓ったからこそ、アメリカの国旗がバーッと後ろになびく上で、こうバーッて立っているというですね、映像が成立するわけです。で、その国に生まれたからという国民国家とかですね、その民族に生まれたから国民国家から、 例えば独立して民族国家を作る。これがよくはその中東とかですね、アフリカでよくある国家が分裂していく形なんですけどもですね、アメリカは違うんですね。アメリカ人とはアメリカ的な生き方、アメリカ人の価値観をですね、選んだ人たちの移民国家であり、実はイスラム国に大変近い。だからそのイスラム国っていうのもイスラム国の国民であるというか、その戦いを 戦うということを選んだ人がイスラム国の国民になる。だから日本人からもですね、イスラム国に入る人が多いというのはそういうことなんですよ。他の国のですね、国民のなり方と全く違うんですね。それが人口国家。世界最大の最初の人口国家であるゆえんです。で、本来だったらですね、こういう国家で,はです、ね。理念が違えば、つまりアメリカンウェイが違えば分裂しちゃうんですよ。例えば南北戦争っていうのはですね、何だったのかっていうと、南部の農民の国、北部のですね、工業の国、 この2つのつ国がでしたで。南北戦争というのは日本ではですね奴隷制を巡ってっていうふうにまあ高校とか中学校では習うんですけど正しく言えば奴隷制によるプランテーション経営つまり農業を中心とした奴隷制をやる南部の国とですね北部の工業と貿易を中心とした近代経済国家っていうのと この2つのつつ思想がぶつかったんですねで。本来これは南部アメリカと北部アメリカという2つの国に分かれても良かったはずの戦争だったのがいやアメリカっていう国はそうじゃないだろうと考え方は違う国家の考え方は違ってもでもアメリカ人だよね同じアメリカ人だよねっていう理念の上で1つの国ユナイテッドアメリカユナイトというのを選んだはずだ決してディバイド分裂というのを選ばないっていうのがアメリカ のその時のの時考考ええ方方でであり、今の考え方なんですよ。だから南部今で言えば多分そらくトランプランドと北部ヒラリーランドっていうふうに言ってもいいんですね。本来今回のアメリカ選挙っていうのはですね実は戦争のない内戦であったですねアメリカのですね第2のシビルボーであったというふうに僕は読んでます。トラララランンンプド対ヒラリーランドです、ね、つまりまああのトランプは自由貿易を言ってるからちょっとね昔の南北戦争とはずれがあるんですけれども どういうふうなアメリカを選ぶのかというと閉鎖されたアメリカでアメリカの繁栄を中心とするというのを国是とするトランプランドとこれまでのオバマ経営を踏襲してですね世界に広がるグローバリゼーションつまりアメリカ国内の貧富の拡大っていうのを認めてしまうという考え方ですね。でそれに対して、えー、選挙で肩をつけちゃったもんだから。 本来内戦が起こるべきって言い方は変ですけど起こっても当然のところを選挙程度で片付けちゃったから内戦に近い暴動が今起こってるとでもこれも収まっていくと思うんですね。あのよく言われてる通りですね実際は今回のですね南北戦争の争点はですね昔の南北戦争の争点が奴隷制だったのに対して今回の南北戦争の争点はアメリカ国内の格差つまりグローバリゼーションを ゼとすそれを何だろうな昔はですね北部ヒラリーランドが勝ったんだけども今回の南北戦争シビルウォーではですね南部トランプランドが勝ってしまったというところであの改変が始まると。その改変っていうのを拒否すればトランプは弾劾に裁判にかけられるか暗殺されるでしょう。 でももしトランプがですね4年の任期を全うすることができるのであれば僕らは歴史上ですねなかった過去である南部アメリカですね、えー、トランプランドっていうもの,の実現っていうのを見るのではないかと思います。っていうです、ね、大きい流れっていうのはですね <laughs> まあこの本の中に書いてるしネットでただで読めるから、まあとで勉強したい人は読んどいてください。マリオオのゲームオーバームバみたいなもので、oh, 終わっちゃった「っていう感じに近いと思うんですよね。